藤本邦彦です。ビートルズ研究家というふうに一応名乗ってますけど、実際はまあビートルズ好きで、もう10代の頃からずっと聴き続けて、本を作ったり、イベントやったりしております。今年も何冊か手掛けているんですけど、ゲットバックネイキッドという本を5月に出しました。今日持ってきたんですけど、おかげさまで増刷も好調で多くの方に読んでいただいてますけど、内容はですね、ビートルズが69年解散間際1月にゲットバックセッションというのをやりまして、その実際はどんなふうになっていたのか、どういう経緯で実現したのか、その後、Let It Be Naked というものが2003年に出たり、来年の言いましたけど、映画 Get Back が公開されますけど、その内容はどんなふうになるのかという予測とか含めてまとめた本で、ここが面白いって言ってくださるのは、1月のメンバーの会話ですね。途中、ジョージ・ハリスンがやっぱり抜けたりして、そのあたりでジョンとポールが、ちょっと懺悔って言っていいような2人で、ジョージに悪かったなみたいなことをまあ語り合う場面とか、非常に生々しい会話があって、レビュー前の話とかも出てくるんですね。で、これがまあそういう一冊。ジョン・レノン生誕80年、没後40年ということで、六本木のソニーミュージアムで今、ダブルファンタジー上腕の陽子展というのをやってますけれども、ちょうどそれに合わせてのタイミングになりますけど、ジョン・レノンの評伝、ジョン・レノン伝というタイトルの本を毎日新聞出版から11月30日に出す予定で今、書いております。でいろんな資料をもちろん参考にして書いてるんですけど、特にビートルズ生まれてからデビュー前後前までに関しては、世界的にビートルズの研究者として知られるマーク・ルイソンさんが出された翻訳本が上下1500ページもあるというザ・ビートルズ誌という本があるんですけど、その方がやっぱり非常に面白くですね、それを読むとやはりビートルズはリバプールだけではなくハンブルグのライブハウス、トップ10クラブとかスタークラブとか含めてですけど、すごくやっぱり鍛え上げられたバンドだということがよくわかるんですね。だからこそビートルズの解散間際のゲットバックセッションの最後にアップルビールの屋上でいきなり上がって演奏したら、もうスタジオのセッションではありえないほど素晴らしい演奏を聴かせたわけですけど、それが最後のライブになりましたけど、やっぱりそういうふうないきなり屋上に出て演奏しても、まあ度胸の良さもあると思うんですけど、やはりそのデビュー前にライブハウスで鍛え上げられたっていう腕前がもうあるからこそ、そういう演奏もできたんだろうなということは、久しぶりのライブにもかかわらずできたということがやっぱりあるんだろうなと思います。で、そのデビュー前後っていうのはやっぱりビートルズがこれからどんどん有名になっていくっていう過程で非常に面白いんですね。そのデビューあたりの時期はまだスタジオライブ的な BBC のラジオセッションとか、その前のデッカのオーディションとか受けてますけど、その辺の音源が実は私はビートルズのオフィシャル213曲ありますけど、それよりも好きなんですね。やはりその4人が一発撮りで、ジョン・ポール・ジョージ・リンゴが撮って、しかもそのスタジオの生々しさはハンブルグとかキャバンクラブもこんな感じでやってたのかなってやっぱり思わせるようなところがあって、それがすごく面白いんですけど、でまさにそれをですね2020年再現したかと思われるようなバンドの曲があるんですね。ザ・ケイファーズ Cry for the Moon Instead って曲なんですけど、それを最近聴かせていただいて、ああこれはいいなとやっぱり思って、まず曲名は、R. Cry Instead の文字入れだろうなってやっぱり思わせるし、フレーズにもですね、ビートルズが213曲ではやっていない、バディ・ホリーの Crying Waiting Hoping って曲があるんですけど、それのギターフレーズがちゃんとそれ風に曲に出てくると。やっぱりこう、分かってる方が分かっているように作るとこうなる。やっぱり私もそうですけど、10代に聴いてもビートルズにハマっちゃうと、もう人生がそこで狂っちゃうというか変わっちゃうというか、ビートルズのいない人生はやっぱりちょっと考えられないっていうふうになるって、それはまた幸せだと思うんですけど、ケイファーズの音作りもですね、ちゃんとビートルズの分かってる感、かゆいところにも手が届く、でその愛情の深さ含めて伝わってくるんですね。ポールがベースを弾いたらこういうふうになるんじゃないかとか、ジョージがギターを弾いたらちょっとここ閉じってる感じだけど、それわざと出しててこういうふうにしてんだろうなとかっていうのもよくわかるし、3曲入るんですけど、それもモノとステレオとリミックスがあって、そのステレオバージョンも聴かせていただきましたけど、もう左右に音が完璧に分離しているという、2020年の普通の曲の音作りだとそこまでは絶対にしないんですけど、今のデジタルな感覚でそれを逆に作るのは非常に難しいと思いますけど、やっぱり分かってる方がちゃんと作ってるということで、その左右のセパレート感聞いて、嵐の懐かしさ、それは曲調もいいしサウンドもいいんですけど、ミックスも含めて分かってる感、60年代前半のビートルズがまさに BBC ラジオセッションやってたのかと思わせるような、あるいはその時の未発表曲かと思わせるような曲を今に再現しているという意味で、そのザ・ケイファーズの Crying for the Moon Instead、 個人的にも大推薦。
BBC マニアの私のようなタイプにはもう持ってこいというか、本当に楽しく聞かせていただきました。ということで、ぜひこれからお聞きになるという方、よろしくお願いします。